動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ブック TM トーク番映編、今回は10月28日日曜日に行われます北見記念について、展望してまいりたいと思います。いつもの3人です。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、前回は、2歳戦やったのかなだったんですが、今回はまあいつものメンバーというか、上の方のね、まあよく名前を聞くメンバー構成になっております。まあちょっとね、トスは7頭と寂しいですけれども、まあ展望してまいりましょうということで、さあ行きましょう。稲本ちゃん、どれだ。はい、富士大ビクトリーにしました。はい、6番富士大ビクトリーでございます。はい、はい、いやまあ7頭立てでだいぶ寂しいなと思って、はい、で当日の天気と考えて悩んだんですが、富士大ビクトリーにしました。天気と悩んだというのは、いや7頭立てで展開がゆっくりになるのかな、でも雨降ったら早いのかなとか、いろいろ考えて、どっちを取ったかというと、そうですね、まあほんでちょっと軽くなるかな、でちょっと早いかな、ちょっと早いかなとはい、中間を取ったわけですね。中間を取って、はい、でまあ参考にしたのが岩見沢記念の重賞の時の、2着でした。はい、はい、2着で、でこの時買ったのが丸見豪快で、丸見豪快が作った早い流れで富士大ビクトリーが、いいレースしてたんで、はい、今回は本命に、はい、はい、なるほど、しました。はい、で生駒さんは、4番手評価ということですが、まあね、7頭立てですけど4頭の雲海の子供のね喧嘩だと思うんでね、はい、まあこの4頭の中で何がね一番劣るかなって言ったら富士大ビクトリーかなと。やっぱり軽くなった時の、まあ切れ味勝負になった時に身を取るんじゃないかと、でそこまでね昔ほど障害が切れるようなこともないと思いますしね、降りて用意どんみたいな形になったらこの馬が一番劣るのかなという形で4番手にはしました。なるほど、まあちょっと天気心配って感じですかね。で生駒さんの本命は俺の心と。まあもう岩見沢記念はね、まあ前半も息が入りすぎたのかね、なんかもう障害かかる時もふわっとかかってね、止まってからもね全く腰入れようとしなかったんでね、まあ息を抜いたのかなと、で今回まあ馬場が軽くなる分前走ほどね息が入ることもないと思いますしね、道中からいつも通り追っつけられていったら、はい、いつも通りの俺の心の走りをしてくれるんじゃないかなと思って本命しました。なるほど、まあ、今回は大丈夫じゃないかと、稲本ちゃんは俺の心3番手。はい、まあ生駒さんも言わはったんですけど、4頭のレースになるかなと思って、はい、でまあ一番富士大ビクトリーが軽いんですよね、はい、でその次に軽いのが戦国エースで、でまあ今回雨が降ってちょっと軽いってなれば、障害、まあ、膝折る、折っても3つぐらいで抜けてくれて、で、降りてしまえば決め手があるので、はい、そう思って対抗にしました。戦国エースを対抗にして、で、俺の心はちょっと、はい、下げる評価になりました。まあ、筋量が重たいんで、ほぼほぼ荷物の差が出るんじゃなかろうかということで。はい。はい、生駒さんは戦国エースは3番手。まあね、今の状態考えれば本命にしてもいいのかなと思うんですけど、ただ荷物が初めてっていうところがね、はい、まあね、まあ僕の見解ですけどね、バンバンマンってやっぱり850キロぐらいからね、荷物の限界っていうものが出てくると思うんでね、オープン場は、はい、ここを超えれるか超えれないかっていう部分があるんでね、ただ出来は本当今絶好調なんでね、まあ克服してもいいのかなと、で軽い馬場を味方に山さえ上げてくれればっていう形ですね。はい、ではということで、まあ、残るその雲海の子供のうちの残る1頭甲子園雲海なんですけど、まあ評価が高いのは生駒さんの方、2番手評価です。まあやっぱりこの馬にとって一番いいのは雨が降っ
田軽井馬場っていうことです、うん、まあ障害はね昨年も切ってますし、うんはい、まあ間違いなく切ってくれる馬なんで、ただ降りてちょっと甘いところがあるんでね、うん、軽井馬場なら粘りも増しますし前残りがあってもいいのかなと思ってます。なるほど、稲本ちゃんは一応まあ4頭の中では一番低めの評価ということになりますが、はい、いやまあトップ金量 で、うん、で決め手が甘いので、はい、まあ、ちょっと雨が降って軽井馬場で、うん、先行争いで、まあ、決め手勝負になったら不利かなと思って最後に打ちました、うん、じゃあ最後、はい、さあまあね、まあ、この4頭がほぼほぼ上の方だろうという感じになるんですけど、まあ、一応本紙一応印ついてるので新山ボーイについて一言欲しいんですけど、生駒さんどうですか。まあグランプリの3着はね評価していいと思うんですけど、うんはい、この馬も荷物だと思うんですよね。うん、まあね900キロ昨年帯広記念走るんで900キロを経験してる馬なんですけどね、うんはい、この馬もそこまで荷物しょっていう馬っていうイメージがないんでね、うんその点がね1戦級に入って850キロって言ったらちょっと厳しいんじゃないかなってイメージがあります、はい、荷物が鍵だと、うん、さあどう買いましょうか、まあ、かなり人気が集中するところだと思うんで稲本ちゃんどんな感じですか。はい、うん、もう富士大ビクトリーを頭に埋まったんで、はいはい、戦国エース、はい、俺の心、はい、甲州湾雲海まで3点はい、はい、生駒さんはもう俺の心頭で甲州半海、うん、戦国エース、うん、富士大ビクトリー、はい、これも埋まったんで、うんうんはい、まあ、点数絞らんとねというところですよね、うんまあ、私はじゃあ出来がいいという話なので戦国エースを信頼して戦国エースから、同じ馬に馬単へと、うん、甲州半海と富士大ビクトリーと俺の心の3点で行きたいと思います、はいはい、まあ、だいぶ人気的には硬いところになりそうなので点数絞ってですね、うんまあ、強い馬が強いレースをするというところも一つ見どころだと思いますのでその点も注目していただければと思います、10月28日日曜日夜の8時10分の発送となります。北見記念、いつものようになりますが、コンビニのマルチコピー機ですね、競馬ブックプリントを出していただいて、ローソン、あるいはファミリーマート、そして、今週からにミニストップでもプリントしていただけますので、こちらの方もぜひご利用いただければと思います。そしてもう一つ、まあ、宣伝っちゃ宣伝なんですけど、まあ、今週号のね、天皇賞の、まあ、週刊誌なんですけども、今週号ですね、この中のページに、まあ、オーズパークさんの関連記事なんですけど、バンバの決闘について知ろうという特集ページが4ページ割かれてですね、掲載されています。まあ、今のところあのネットの反響を見る限りはかなり反響あるのでいい感じなのでですね、これでもねなかなかないけどうちでしかできないと思うのよ。こんだけ掘り下げてバンバの決闘に、ねうんまあねうん、やれるっていうことが、これあの、まあ、多分まあ手前味噌ではあるんですけれども、あの永久保存版だと思うんです。これぜひあのあのお近くのコンビニエンスストアにまだ残っている場合もぜひお手に取っていただきたいですし、もしあのコンビニエンスストアになくてもですね、あの競馬ブックのネットショップもございます。こちらの方で、バックナンバーという形でもお買い上げいただけますし、今は、まあ携帯電話ですね、スマートフォンでも電子版というものもあの発売しておりますので、そちらの方もですねぜひあの手に取っていただければと思います。詳しくは競馬ブックのホームページの方をご覧いただければと思いますので、こちらの方もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。